情報によると、最近ヨーロッパのブラックマーケットで、とある富豪がどでかい宝石を競売にかけたんだと。そいつの名は光の右目。つまり双子の宝石、世界の目の片割れだ。何百年もの間、金や権力のある連中の手を渡り歩いた挙句、歴史からスーッと消えちまった幻の宝石だ。さすがのブラックマーケットも一気に色めき立ったっていうぜ。 だがあまりの法外な値段に結局買い手がつかず、物は再び闇の中へ逆戻りしちまったようだがな。なに、その売り手の居所はバッチリ掴んでるんだ。<笑>あとはお前がそいつのところへ行って煮るなり焼くなり、まあ好きなように料理しな。この情報を手に入れるためにこの塩素様が散々骨を折ったことも忘れんなよ。 どうせ宝石と一緒にこれの方もたんまり踏んだくってくるんだろ。追加報酬も期待してるぜ。てなわけで、手がかりが消えちまわねうちにさっさと行ってきな。ヨーロッパの辺境のパラダイス、ビグリッドに。 それで、ここがそのパラダイスってわけ。<音声><音声><音声>
思った通りだ。この町は天使どもがうじゃうじゃしてやがる。魔界の連中がそわそわしているわけだぞ。何の話かしら。この人間界にも魔界や天界に近い場所が存在する。例えば俺たちが住む吐き溜めはそのどちらにも近い町だ。だがこのビグリッドは飛び抜けてる。天界に極めて近い、いやほとんど重なり合っていると言っていい。ここに住む人間特有の念によってな。ふん、ともかくここなら随分こいつが稼げそうだ。このヘイローは魔界でもいろいろ重宝する物でな。何か入りような時はこいつを集めてきたらいつものように取引してやるぜ、乗客としてな。相変わらずあんたもがめついわね。エンツォに気に入られているのも無理もないわ。それからこいつも分かってることとは思うが、俺はいつも通り俺が仕上げた武器の働きぶりを鑑賞させてもらいに来ただけだ。何があっても俺に泣きついたりなんてするんじゃないぜ。それじゃあ私も一言言わせてもらうわ。たとえあんたが作った銃でもノコノコ出てきて邪魔したら。そうね、どんなセリフがいいかしら。ああ、例えばこんなのはどう。ケツにぶち込むわよ。そうだ、そのノリで行きな。Oh!
Thank you.